さて、田原さん、はい、えーこの番組、今、21日水曜日に収録しておりますが、はい、え今、まさに今日野田さんがまあアメリカにいるという、ニューヨークに出発したということですね。そして、国連総会に出席するんですけれども、うん、まあその前に、ウォール・ストリート・ジャーナルの取材で、原発の再稼働が来年の夏というふうに発言されたと報道がありました。これについては、はい かまあだからあの再稼働をすると菅、はいうん、さんは、ねはい、ここが曖昧だったんですよねストレステストをして再稼働をするかどうか曖昧だったそれをだから野田さんは再稼働をするとでしかもそれが来年の夏かな時期までも言ったというだからあのただし野田さんは原発の再稼働は言いながらだんだん原発はなくすんだとも言ってる。うん ではここがねあの、野田さんがどこまで分かってるのか分かんないけども、ええ、つまり、鳩山さんは民主党政権は、えー、3.11の事故が起きる前には2030年には全電力の53%を原発に依存すると言ってた。はい、でまあ53、53%トむしろ無理でこのままいけば脱原発と言わなくても。はい まあそれで,20ぐらいでしもしね20%としても一体あとの33%どうすんのかねって大問題あるわけね。うん、で太陽とかあるいは風とか言っても実はこの時には太陽や風と水と入れて20%になってるんですよ。 ここまで太陽や風は行くがどうかも問題ですね。自然エネルギーまあひくるめて20%という想定があったわけですね。でこれ行くかどうかも問題で大変ね。でこのそうでなくても20%しかないと33%どうするかということに対して野田さんはまあだんだんゼロにしていくと言ってるんですね。はい原発をですね。原発に変わる。 エネルギーどうするのかねと、うん、多ん何も考えてないんじゃないかな、うん、あのすみません、うん、そもそも2030年に原発53%といったのは CO2 の問題があったからですね温暖化の問題で、うんうん、じゃあ原発だとしかもこれをね無理に無理してね、うんえー、そのあれをその自然エネルギーを二重にしたんで、うん、これとてもねそこまでいかないだろうと言われてる。となるとじゃあこれから野田さんがどこまで考えて。 おっしゃっているのかとことは野田さんはほとんど考えてないんじゃないかと思う。考えてない。はい。けど、ゆくゆくはなくそうという。いや、だそれも考えてないんじゃないかな。え、じゃあ言ってるだけなんです。今のつまりなんか時代の流れみたいなもので時代に合わせようとつまりなんかな国民の思いに合わせようと思ってるんじゃないですか。そう言わざるを得ないというか合わせる。あんまり深く考えてないんじゃないかな。まあとはいえじゃあ来年の夏や原発再開。そうですね。 安全提訴した上で、うんはい、ということは、はいまあ、差し迫った問題としておっしゃったわけですそうですね。うんうん、そこいや致し方ないというよりも、はい、どこまで野田さんがねその掌握してんのかね、うん、実はそのえー、こうや土曜日にね、えー、その大塚さんという大塚あの、ねはい、さんというこれはあれ、ね、前の。 で厚生、えー、副大臣から、はい、大塚浩平さんにあの出てもらってでその実は、この間の所信表明演説の中でこの東日本の復旧・復興の中にあれではねつまり今の支出を抑えるとか歳出をね、はい、それからあの国の持っている例えば株なんかを売るとかね でであのそれでももちろん足りないんでこれは増税と書いてるねうん、うん、増税すると、はい、だからこれおかしいんでね増税の前にね当然ね、えー、復興国債を発行するはずなんですよ相当、はい、国債を国債を出すということですね、うん、はいところがそれが、はいえー、所信表明演説には1行も書いてない全く書いてないそこでえー、あの <laughs> 僕が、ね、あ,のある通算、えー、経済産業省の幹部に言ったら忘れたんじゃないかというのを書くのう忘れたりするものなんですかそれはなぜかというと野田さんが書いてないから、ね、ここの文は多分ね財務省の官僚が書いたんで税金に熱心なあまり書きた忘れたんじゃないかと、はい、そこで、はいえー、土曜日に大塚光栄さんに これもしかしたら財務官僚が書き忘れて野田さんがそのことに気が付いてないんじゃないかと言ったらいや書き,書き忘れるってことはないでしょうから政治的配慮じゃないでしょうかとつま,りつまり忘れてるとかとあ,あるいは意図的に忘れたかエラーで忘れたかどっちか,、うん、だかこれ以上あの国債を出すということはまた借金が増えることだからこうあえて書かなかったと,いうことですか。出すに決まってるんでしょ だからそれをうっかりして書かなかったのか意図的に書かなかったのかどっちかと。どっちなんでしょうそ例えば野田さんがアメリカへ行きましたところがその前に現場さんがアメリカへ行ってワシントンでクリントンさんと大臣と会ってますねこれがまた大変な違いやってますね。 要するに普天間の問題で、現場さんは、普天間って知ってますか米軍の基地ですね、この普天間の移設問題について、十分考えてますと、こう現場さんが言ったら、いや、考えてるんじゃなくて、つまりアメリカは当然、普天間の移設先は、これは辺野古だと、もう合意だと。言った ところが、日本側は同じ時期に、えー、あの、沖縄の県知事がいて。絶対、これは辺野古じゃなくて、県外ですと言ってるんですね。中山知事が。中山知事が言ってますね。はい。といったい、このアメリカと、あの、要するにクリントンさんは。当然、これはね、辺野古だと、うん、これをもっと進めてくれて言ってる。そうか、考えてるって言ってる場合じゃないんですよ。アメリカから見たら。ね、うん、これも民主党の幹部に。うん 実はこのこれどうなってんだったから、うん、野田さんはあんまりやる気がないんじゃないかと言ってるやる気がないっていうのは不天間移さないってあんまり普天間のことにだから関心がないんじゃないかと。そういということにもなるんですかそうで、えー、関心がなくてどうするんだったら彼はそういう大臣になっていっぱいあるわけでしょ。ね、やることだからまだ全部目を通してないんじゃないかと。はいはい となるとこう現場さんのまあ動きと言いますか、ね。か現場さんのこの人は割合に物事の決断するのがあんまり好きじゃない人ですから。だからまああの新聞なんかもね、なんかここのところすれ違いだとも書いてないね。うん、ええー、なんかあの若い頃のね写真を見せたとかそういう記事は読みましたけども。だからねどうもね大きな問題が。 この普天間の問題にしても、うん、さっきのね、えー、この、えー、復興復旧の問題にしても、うん、極めて曖昧。なんかあのよくねスピード感って言われますよね、はい、こう法律を決めるにしても、うん、そのスピード感やっぱないとじゃ見てますか田原さん。スピードがあじゃあスピード感があるよりも前へ進んでるのかが分かんないね。 じゃ例えばですけど普天間は本当にタラさんもご覧になったと思いますけど、うん、本当に危ない学校やうもう住宅地の中にあの基地があってもも危ないから移そうとしたわけですよね。もともとアメリカが言わすと「普天間が危ないから移したいとどっかに」と言ってきたのは日本側だと。うん、でアメリカ側はもちろん移すのは結構ですよと。 じゃあどこへ移しますかって言ったら自民党は辺野古だと言ったと、うん、じゃあどうぞ移してくださいと言ったらそこから鳩山さんがいい加減なことを言ってわが分からなくなって今はわが分からないとだからねアメリカにしてみれば辺野古からどっか移したいと言ったのは日本側だし、うんでえー、いや普天間からねで辺野古へ移すと言ったのも日本側だから。うん 早くやってよと言ってんの。そうです。それでもう決まったはずだったのが。いや、決まったと今でもそう思ってる。ところが日本側は。何にも、どうしていか分かんない。だって、野田さんはまだ沖縄も行ってませんからね。その部分を、あの。受け持つのが、前原さんじゃないかと、田原さんおっしゃってよ、ねうん。だから、まあ、だけど、一応は外務大臣ですよね。あ<え>、そう。だけど、現場さんは多分。現場さん、あんまりやる気もないと思うんで。うん